って一番多分いるのがここ。この子地はこれね、この4つか3つかどうかな。で、OK かな、傾斜ポジは。で、割るところですが、これが三つ角、角のなんていうの、一番いそうなところがここになります。で、こっちがこっち席の穴。で、これがソファー裏、クロスファー裏になります。で、割り方なんですが、ここから投げれるかな、ちょっと。こうやって外って普通にあるのか。ここからはけど厳しそうだな。ただ投げ方としては多分こっちだな。食料庫をちゃんと取ってあげて、食料庫から投げるのが一番かな。ここは多分空いている想定なので、おそらくこのクロスファー裏に丸腕投げるっていうのは結構むずいと思います。同じ意味でこの角も結構厳しいかなと。ただまあ上割れたら別にクロスファー裏もこの角もそんなに脅威じゃなくなるので、一旦、ここ割ってやって、ペルミットで破壊してもらって、侵入っていうのが一番綺麗かなと。割った後は、ここで即退出で、問題ないかと思います。よいしょ。出たな。まあ、取れてからなんですが、こっから飛び出してくる敵が結構いそうなので、これ注意。ってぐらいかな。お、これさ、うん。結局ブリッジングハンマーできなくなってる。できなくなってるね。